ますでしょうか。ここからは僕マジシャン宮本のステージを約30分間お届けできればと思います。本日は何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、マジックを始める前に注意事項がございます。本日写真の撮影ですね、こちら、いろいろ肖像権とかありますけれども OK となっております。動画の方ですね、ムービーに関しましては音楽の著作権とかも気にしなくて大丈夫です。 OK です。さあというわけでですね、大体そうですね、何百人かのお客さんに来ていただいておりまして大変緊張しておりますけれども、何卒最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、ちょっとせっかくなのでアンケートを取ってみようと思うんですけど、今日生でマジック見るの今日が初めてですって方どのくらいいらっしゃるんでしょう。ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。でも意外と見たことある方いらっしゃるのかな。僕さっきそこで大道芸やってたんですけど見てくれたよって方いらっしゃったら、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そこに置いた。ありがとうございます。さあ、こんな感じでやっていくんですけれども、僕普段は、大阪と熊本を中心活動しておりまして、テーブルを囲んだマジックをメインにさせていただいております。そのためにお客さんとコミュニケーションを取りながらやってることが多いんですけれども、今日もね何回かステージに上がってきていただくことになると思いますので、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。さあというわけでそろそろ、前置きが長くなりましたが最初のマジックに行こうと思います。鳥や。あ、どうしました。少々お待ちください。さあ、というわけでこちら紙袋ではなくこの中身ですね、こちらのルービックキューブを使ったマジックです。ちょっともしかしたら見づらいかもしれないですけど、ぜひ見づらい方はですね前の方に来ていただいても大丈夫です。まだちょっと隙間があるみたいですから。さあ、ルービックキューブ遊んだことある方おそらく皆さんいらっしゃると思うんですけれども、どなたかにちょっとお手伝いをいただこうと思います。手伝ってもいいよって方もしよかったら、お早かった、じゃあ赤い服の君ちょっと出てきていただいてもよろしいですか。皆さん大きな拍手でお出迎えください。お願いします。さあ、よろしくお願いします。お名前お伺いしてもいいですか。安井くんのぞいです。拍手お願いします。安井くん、ルービックキューブ遊んだことありますか。あります。 OK です。お渡しします。好きなだけぐちゃぐちゃに混ぜちゃってください。あ、もしよかったら前向いていただいて、終わったら終わったって教えてください。終わりました。ちょっと確認します。ちょっとこれの都合が悪いので、あと2回転、2ひねりだけしてください。1、2、そこでいい？完璧です。皆さんお気づきだったでしょうか？僕今日出てくる前から、あそこに1つ別のルービックキューブが置いてありました。ずっとあったよね。お預かりします。これが今、安井が混ぜていただいたルービックキューブ、そしてこれが僕がもともと混ぜておいたルービックキューブです。2つあるんですけど、ちょっとご覧ください。なんかちょっとこれ似てません？というか一緒。ちょっと見づらいかもしれないですけど、しかもこれ1面だけじゃなくて2面3面、そして4面、5面、6面すべて安井くんに揃えていただきました。拍手をお願いします。君が揃えたんだよ。さあ、今度はですね、よいしょ。あ、まだ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 、もうちょっとお願いします。さあ、今度はですね、こちらの紙袋も使うんですけど、紙袋なんか怪しいところがないか、ちょっと手を突っ込んでいただいてもいいですか？大丈夫そう？ OK。ちょっとこれ持っていただいて、ルービックキューブ2つあります。まず1つ目、もうちょっと分かんなくなっちゃいましたけど入れておきます。そしてもう1個、こっちにもルービックキューブがありますね。さあ、これで2個ルービックキューブが入ってるんですけど、こういう感じにどっちか片方つまんでもらってもいいですか。そっちでいい、しっかりギュッと持ってて OK です。そのままキープでお願いします。残ってる方を取り出します。
尖ってますね。僕この取り出すときにルービックキューブ触った感じとかなかったよね。 OK、 そしたら前にこう持ってください。指でパチンとゆっくり出してみてください。あ、全部見せてあげてください。6面すべて揃えてもらいました。ありがとうございます。さあ、ただですね、本来のルービックキューブという遊びはこういうものではありません。本来は回してこの色を揃えるものです。ルービックキューブ回して6面すべて揃えた経験ってある？ない。なるほど。ちなみになんですけど、目隠した状態で6面すべて揃えた経験っていうのは、まあ、もちろんないよね。 OK です。じゃあ万が一がありますから、じゃあちょっと真ん中に立っていただいて、まっすぐ向いてください。そうです。今から回し方をお教えします。あ、ちょっと一歩下がろうか。 OK。 さあこの状態、まず手を後ろに回すことでこれで目隠しができました。同じ回し方をしてください。こうです。簡単だよね。覚えた？ OK。 この回し方をして6面全て揃ったらすごくない？やっていただきます。こちらぐちゃぐちゃのキューブですね。じゃあ手を後ろに回していただいてお渡しします。持ってください。そうです。ゆっくり回していっていただいて、そろそろかなと思ったら手を止めてください。そしたら教えてください。止めた？ OK。じゃあまず空の左手を出してください。キューブは後ろに置いてきて。そうです。これでもし揃ってたら安井くんがすごいということで、彼に大きな拍手をお願いします。それではどうぞ。揃えていただきました。大きな拍手ありがとうございます。じゃあどうぞ席にお戻りください。ありがとうございます。